ほら健康面っていうかさ、もともと年取ってきてさ、はい、ちょっと前にほら病死されたじゃない、はい、うんうんうん、あれどのくらい聞いていいのかちょっとわかんないんだけど、あ、いやいや全然全然、もうご飯も食べられなくなるし、うんうんうん、歩けないし、うん、フレーズをね8小節ぐらいも弾くと、うん、はぁはぁなんですよ、はいはい、うん、さそうね、でもなんか思ってた以上に良くて、もうレコーディングしてえっこれで聴き比べて、うん、あれこれちょっとヤバくないかこれっていうなって、マジで、はいはい、えぇ、ー、本出したじゃない、はい、40歳からの早弾き奏法革命です。なんかじゃあ一個さフレーズで練習パターンみたいなのってある、まずこれだけ、これを横展開するんですよ、これを一個爆速で突破して、うん、その成功例を次に次に次にって展開してるってこと、あすごい、これをむちゃむちゃ有料級ですね、なんかそんな気がするでしょ、そう健康面っていうかさ、もともと年取ってきてさ、はい、健康の大事さってやっぱすごい思うんですよね、はい、いくら気持ちがあっても体が動かなきゃ演奏できないし、もちろんですね、でもほらちょっと前にほら病死されたじゃない、はい、うんうんうん、あれどのくらい聞いていいのかちょっとわかんないんだけど、あいやいや全然全然、本当に心不全になってしまって、心不全になるってことは心臓の機能が落ちてしまう、うん、だけじゃなくて、うん、心不全の怖いところは血が巡らないんで、うん、全ての臓器が機能しなくなるってことなんですよね、はいはい、そうなので、もうご飯も食べられなくなるし、うん、歩けないし、うんうん、でもなんかね、その、いわゆる心不全の診断をされる直前に、やっぱりまあサロンとかでも、うん、こうレッスンしてたりして、うんうん、フレーズをね、8小節ぐらいも弾くと、うん、はぁはぁなんですよ、はい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 、おかしい体かとは思ってたんですけど、うんうん、まあ無心不全で。それは症状だった、最初の。まあそうですね、まあ、じわじわ、じわじわなんかいろいろあって、うん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 、で、とうとうっていう感じだったんですけども、うん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 、そっから、思ってる以上に、その、なんていうのかな、その、体がおかしいって、うん、こんなにいろんなことできなくなるんだとは思いましたね、やっぱり、うん、ちなみに今はこう、うん、まあ今元気に喋って、はいはい、弾いてるから、うん、まあなんていうか、まあ言い方変だけどちょっとすごいやばいところを超えたっていうか、そのちょっと今も全然もう平気でギター弾けてるんで、うん、もうありがたいことに、うん、はいはい、まあかかった先生っていうか、まあ最初に診断されたところではもうやばいですっていう、もうなんかこう今後のこと考えていきましょうねだったんですよ。なるほど、言葉としては、うんうんうん、でもセカンドオピニオンで行ったところでは、うんうん、その最初の先生の出してくれた薬が良かったみたいで、うん、聞いたのか、うんうん、戻ったんですよ結構で、まあ、行った時にはね結構戻ってたみたいなんですよ、はい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 、それがまあ良かったですね。そうだからもう本当にね、健康はね気をつけた方が、なんか手術的なことは外科的な、あもちろんもちろんしました、しました、したの、もちろんしました、あでも家庭出るんですよ、あ家庭出るね、うんうん、うちの近所の弁当屋、よく行く弁当屋の、うんうん、あのお姉さんも70歳ぐらいなんですけど、うんうん、あのもう子供の時から心臓が弱いっていう感じで、うん、でも私何回もそのカテーテルやってるけど、うん、あ2回やったやつかな、2回やったんだけど、うん、今まで生きてるから大丈夫だよとか言って励ましてくれてもう泣きそうでしたねその時はね、うん、でもさ40代の時だよねそれってね、やったのって、あいやいや50代になった時、なった時、うん、あそう、うん、びっくりでしたね。まあ、特に今、うん、なんかうん、ちょっといろいろ、まあその音楽のことも調べたくて、うん、よくいろんなこう、世界、各国、行くようにしてるんですよ。うん、世界ってのは海外。海外に、うん、はい、各国行くとしてるので、そのね、飛行機の中とかが結構苦しくって、気圧が変わるんで、はい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 、なんかおかしいなぁなんて思ってたんですけどね。まあ、本当にもう治って、こんなでも、このギターの検品に行って、その時はもう大丈夫でした、全然。あれ、どこ行ったんですか？これはね、ベトナムに行ったんですよ。これベトナム製なんですけどね。はいはいはい、はい。これ、なんてところですか？フュートラです。あ、フュートラね。フュートラ、はい。はいはいはい。なんかすごいしっかりしてそうな。そうなんですよ。このね、うん、フュートラというギターを、うん、いわゆるストラトみたいな形を考えて、あとはカスタマイズできますよ、みたいなサービスが始まって、フュートラの形というか、まあ、スペックの中で、うんうんうん、あなたがこう、選んでくださいと。セミオーダー的な。セミオーダー的な。そんな、そんな感じですね。で、始まったんですけども、はいはいはい、結局ほとんど自分の意思通りに作ってもらって。でもすごい良さそうね、でもなんか。思ってた以上に良くて、想像以上に、うん、うちにもやっぱりいろいろギターあるじゃないですか、うんうんうん。もうレコーディングして、こうやって聴き比べて、うん、あれやばい。あ、本当に。あれこれ、ちょっとやばくないかこれっていうなって。マジで、はいはい。ちょっとさらしの。もちろん、もちろん、もちろん、よかったら聞いてください、ぜひ。はい。本当に。あ、すごい。おぉ、すごい。あ。
いでしょ。弾きやすい。うん。今ちょうどね、はいはい、ディアハムでなんか欲しいなと思ってた。ストラットのスケールで、うんうん、ディアハムでアームがついてるっていうのが、はい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 、なんかないかなと思ってたとこだったんですよ。良いでしょ。じゃあクリーントーンです。大ですよ、はい。すごい。ですね、これいいですよね。本当、あ、素晴らしい。いわゆる普通のストラトスペックみたいなものから始まってるんですけど、あの基本はですね、うんうん、でも本物に近づけば近づくほど偽物っぽくなるじゃないですか、うん、あ、いわゆるフェンダーにね近づく、うん、まあ例えば、うんうん、いわゆるその写真も、うんうん、すげえ写真みたいに俺描けるんですよってなると、あ、写真って良くないってなるしそうそう、だからデフォルメした方がいいところをもっとちゃんと出した方がいいっていうんで、まあ、マホガニーボディでチェンバードにして、魔法なんですよこれ。そうで、チェンバードにして、あ、うんうん、チェンバードにしてもらって、はいはい、ウェンジデックっていう、ウェンジってあのウェンジってね、硬くて最近ちょっと注目されてるポールリードとかにもよく使われたりとか、うんうんうん、高級木材、うんうん、ギターに使われてるような、うんうんうん、それとあとホワイトエボニーという、はいはい、島国って言われてる日本ではですね、ホワイトエボニーね。そう、エボニーって中心だけが黒いんですって。あ、そうなんだ。そう、エボニー真っ黒ってイメージだった。真っ黒ってイメージですね、うんうん、あれ中心だけなんですよ。あ、そうなんだ。際は白いなんです。そのギリギリのところですよねこれ、うんうん、そうそう、混ざり合うところを使ってるんですけど、だからこう芝もツルツル引きやすく滑る、よく滑るし、この硬さがすごい上にあるんで、この設定の方が要はちょっとギブソンっぽいというか、そっちの設定にしてった方が、あの絶対ちょっとこうかけ離れていいなとちょっと思ってたんで、たまたまこれ当たってなんか、普通にいいギターですね。そうね、え、これ普通に売ってるんですか。売ってるんですよ。そう、ただまあいろいろあのカスタマイズはできるんで、あとはあのお望みの、あの皆さんのお望みにしてもらってもいいし、これちなみにこのね、これ珍しいあれがあるんですよ。これ楽っていう音楽の楽なんですけど、田中千景さんっていう、日本でも唯一の、あの、一個石掘ると、まあ、1000万みたいな世界の美術家がいて、その方がサロンに行って、書いてくださって。本当？そう。すごい。それめちゃめちゃ貴重です、ね。ありがたいですよね。そうそう。そう。それで書いてくださったんで、あの、とてもなんかこう、うんうん、思い入れのあるギターになりましたね。うん、あ、なんかでもなんかすごくいいですね。なるほどね。じゃあ何のデザインなのかなって思ってたんです。そうですよね。そうそうそうなんです。その方がね、書いてくださって。なんか、すごくうまくはまりながらも、そう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 。浮き出る感じっていうか、でもすごい変な主張がなく。なんかこう、習字のほら、なんか、墨絵みたいでしょ、この指板が。はいはいはい。だから合うかなと思って、お願いして。すごいって。そう。へぇ、素敵。ちょっとね、ちょっと異質な感じですけど、あえて。じゃあこれは、ウェブで買う感じですか、ね、ウェブで買える感じですね。それはぜひリンク貼ってきます、ね。はい、ありがとうございます。でさ、本出してたじゃない？はい。本がさ、はい、ありがとうございます。すっごいあれ売れたらしいじゃないですか、なんか。そう、すごい売れたね。ごめん、なんかすごいっていうか、僕が思ったよりか売れました。はい。40歳。40歳からの早弾き奏法革命です。それは、もうその名の通り。はい。
40歳から早引きを頑張る、頑張るというかできる、うん、本名。そうですね。実際、多分、ケンさんと僕、KRB やってた時に、はい、こんなに早く弾けなかったんですよ。あゆっくりしか、もうそう、どっちかというとブルースから来た人間なので、で、弾けなかったんですけど、やっぱりまあ、いろんなものと出会うたんびに、こう、早く弾かなきゃいけないというものもあり、で、自分がまさにトレーニングしてった過程を、なるほど。こうやってやればできるんじゃんっていうところに気づいて、それをこう、シェアしてったっていう。例えば、どういう例えば、いろいろあると思うんです。フィジカル、メンタル。そうですね。まあ、メンタルも、メンタルも結構大きくって、メンタルの話はもうよくしますね。例えば。そうですね。例えば、マインドゼロみたいな話。モチベーションゼロでやろうっていう。モチベーションゼロ？うん。モチベーションが、今日は高いから、とか、例えば、今日はメタリカ見てきたから、はい、俺やる気になるわみたいな感じで3時間とか練習するじゃないですか。それを一切やめるっていう。へー。そう。とにかく皆さん、全然嬉しい気持ちじゃなく会社に行ったりするわけじゃないですか。あまあ、ね。毎朝。で、ああ、きついなって言いながらも、会社はどんどん儲かってるわけですよね。まあ、そうだね。それと同じで、何も、その、モチベーションなんか持たず、朝7時になったらギターを持つぐらいの感じ。とか、5分空いたら、5分持つみたいな感じで、ただやる。ただやればいい。ただやることは決めなきゃいけないんだけど、決めたらあとはやる。みたいな感じで、ずっと触ってないと上手くなるわけないよね、みたいな。すごいなんか、目から鱗みたいな。いやいや、そうです。本当に。いやいや、そうそう、そういうことを喋ったりとか、まず、一つがちゃんとできないと、横展開できないっていう考え方に至ったわけですよ。例えば、一つ。何でもいいから一つ。例えば、一つっていうとギタリストとかっていうと、例えばカッティングをやるとか、みたいな感じに考えるんだけど、これって右手の振り方はあるわ、コードの押さえ方はあるわ、リズムパターンはあるわって重なってるんですよ。全然一つじゃない。一つじゃないっていう、そう、めちゃくちゃいろんなこと考えなきゃいけない。だから、一つに絞りましょうと。何にもしなくていいように、ほとんどは。その一つって。だから例えばピッキングだけに、こだわりましょう。ピッキングの角度とリラックス具合と、もうここだけをちゃんとするように、一回見直してみましょう。で、とにかくリラックスして、ブラブラブラーとしたのが当たればいいわけじゃないですか。なるほど、なるほど。でも力、引こうと思うと力が入りますよ。はいはいはい、でも力が入る理由は、こっちがいろんなパターンに動くからだと思いません。だから、ここだけ押さえて、もう、例えば15フレットでもいいんですけど、押さえて、ブラブラしながら力まず、まっすぐ。で、この安定させることができなくて、早く弾けるわけないじゃないかっていうところに行ったわけです、頭の中で。そうそう。これができないのに、2弦も6弦も弾けるわけがない。なので、これ、まずこれだけ。で、これで力まず、弾いてって、これを横展開してるんですよ。なるほど、なるほど。これができるってことは、2弦だってできるじゃない。ああ、なるほど、なるほど。これを1個、爆速で突破して、その成功例を次にって展開してるってこと。すごい。その方法を書いたのが、40歳からの早引きの方が上ですね。すごいですね。そう。なるほど。これ、むちゃむちゃ。有料級ですね。なんか、そんな気がするでしょ。そう言われたら、そんなが。するする。うん、そうそう。もう完全にしてる、今。そうそうそう。そうそう。いやいや、本当に。なんで1弦から6弦まで、まあ、それ1個ずつ、もうとにかく1個だけ。とにかく1個だけも、爆速になるまで。はいはい。そう、みんなこうやって力入れたりとか、こすったりとかってやってる時点で、もうこすってる時点で2時間のコンサート持たないじゃないですか。それ持たない。いやいや、でもできる人いるんだけど、その力、筋肉鍛えてね。でも、それ難しいんで。難しい逆に。そうでしょ、でもこれね、一週間ぐらいでできるんですよ。本当。一週間、だから黙って、一週間やってみてくれと。絶対できるから。本当。そう。で、できると、次は逃げに行けるんですよ。これさ、怖いっていうか、やってない形なので、動かない気がするでしょ、なんかこう。いいのこれでっていうね、どっかでブレーキがかかってる。そう。で、その時はね、まだ、ピックがね、うまく当てようと思ってね、ブレてるんですよ。絶対ブレてる、ブレてる。これね、ちょっと僕の見てください。ブレないから。すごい。同じ軌道で動くでしょ。一週間経つとね、こうなるんです。すごいね、やってみよう俺も。ぜひぜひぜひ。で、これでね、ずっとずれて。
これができるようになったら、ずらしていって、今度は弦飛んでて。で、次は今度は左手もつけてみようと。ちょっと一回だけ、一回だけ、一瞬だけ。で、二回にしよう。みたいな感じで、今度は四回にして。今度は横に動いてみようよ。っていう風にして増やしていくんですよ。ああ、そうか。そうするとね、誰でもできるんです。でもむしろそうなってた方が俺弾きやすいかもしれない。そうですね。なんかフレーズを弾こうって気持ちになるので、さっきのブラウンブラウンは、ちょっとね、勇気がいる。そうですよね。そうなんですよ。いいのかな、これ。そう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 。なんかこう、安定しないような、他の弦が当たってしまうような。そうそうそう。なんか、じゃあ一個さ、フレーズで練習パターンみたいなのってある？なんか。本当短いのでいいんですけど。どんなのがいいですかね。あ、今の弾いてもらったら、今の、なんか。例えば、まあ、その、まあ、一番の派生ですけども、ずっとスケール下がってくれるんですよ、はい、そう、ああ聞きにくそう、人のフレーズって聞きにくいんですよ。そうそう、びっくりぐらい、そうそう、この間もコラボで教えてもらって、難しいな、それと思って、これはホールドのスケールですよね。的な、ね、あれ、いいフレーズですよね、あれね。ね、うん、あと最近ね、左手がむちゃむちゃ重要だなって今思ってた。なるほど、はい。なんか右手は添えるだけでもいいのかなって。うん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 、右手はもうニュアンスとアタック感、うん、と音色をつけるだけで、はいはい、基本左手で解決というか、はい、してた方が、うんうん、結果いいような気がして、うん、そうですね。レガート、もちろん今も話した通りブルースやってる人間なんで、うんうんうん、レガートなんかやるわけもないですけど、うんうんうん、レガートってどうやるんだろうなと思って、はい、思ってた時期があったんですよ、はい、そして石橋楽器かなんかで、うんうん、アイバニーズのこうね、このローストネックみたいな、はい、早く弾けそうなやつをちょっとお借りして、はい、マーシャルで弾いたら、うん、すげえ楽勝でできて、なるほど、あ、ギターの設定って思って、それで一回こうできちゃうと、なんかどんなギターでも、できるようになって、そうそう。そう。まあ、そうですね。はあ、なるほどね。昔こんなことやってたよね。うん、やってましたね。はい、やってましたね。これはとか言ってました。うんうん。あ、やりましたね。家でね。家で。でも基本パターン変わってないな。バレてると思う。まあ。なんかね、変わらないですよね。変わってないかもしれない。うん、じゃあ今日はね、すごく久々にね、一緒にやっていただいてありがとうございました。こちらこそありがとうございました。お邪魔しました。セイワス君の方のチャンネルの方にもお邪魔させてもらいますので、うん、はい、そちらもぜひ、リンク貼っときますので、ぜひぜひご覧ください。ご覧になってください。というわけで今日はね、ギタリストのセイワス和人さんに来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。ではでは。